S 受験しながら来るのかな、ええもんかな。あ、じゃあ、うちらだ、学生時の確かに、それは最高の中で。どうもアイスです。まあ、今回は前回に引き続きね、催眠術やっていきたいんですけども、うん、どうでした前回。すごい、一番かかってたよね、ひじちゃん。楽しかった。日頃の妄想力、あー、やっぱりそうですね、成果かなって感じだし、ミッタも意外と分かんない、ね、でも私は分かんないままやってたもん。分かんないまま、よしょ。私はね、ちょっとやんなきゃやんなきゃの精神強すぎて、あ、真面目だからね。真面目だ真面目なのが良くない方向に走ってたから。真面目なのかね。真面目なのが出ちゃった。いや本当すっごい真面目すぎて、ちょっとスイッチ入んなかったのかなっていうのが。でも前回よりはね、これはちょっと動いたの。これも正直いけると思ったらいけちゃったんだよ、ね。まあ、でも、いけるって思っちゃいけないんですよね。そうですね、でも離れられると思っちゃったから、離れるっていう意識になっちゃって。そうですよね、分かった、分かっちゃったんだ。じゃあみんな、なんか憧れの人とか好きな人に催眠されてるって気持ちになったら従順になるんじゃない。確かに従順なハートになるかもしれない。その気持ちでやっていきましょう。確かになんかね、反抗心が強いのかもしれない、私。そうだよね、そんな。いやそうだったね、昔は。そうだったね、そうだったね。じゃあね、早速やっていってもらってもいいですか。お願いします。お願いします。催眠術といえばですね、さっきみたいに手が固まるとか、そういうやつをよくやってるんですけど、イメージする味が変わるとか、それは嫌いな食べ物食べれるようになるみたいな。あ、確かにね。なんか猫になってる人見たことある。キャプテンだよ。いいじゃんそれ。催眠術で3つ重ねて眠りますって。うわー、あるよね。印象だと思うんですよ。あれやってみましょうか。やったー、やばー。ちょっと待って、本当にちょっと本当にかかりたい。3つ重ねて眠りますって言ってるんですけど、実際は寝てないんですよ。朝二度寝したい時のぼーっとした感覚とか、寝落ちする寸前のあんな感覚です、ね、一番気持ちいい瞬間やん。そうね、確かに。一番最初いいよって言うかな。やってみます。やってみます。じゃあ失礼します。じゃあ、ちょっと仮面しますね。はい、目見ていただいて。姉ちゃん目見れるからな。そう、楽しんでいきましょう。 MTS198765432 スーちなみに僕の声聞こえますよね。聞こえます。はい、そう、聞こえるけど、こういう風に意識もあって周りの音も聞こえます。でも寝てるっていうような感覚ですね。3つ数えて起きていきます。1つ2つ3つ、おはようございます。スーって感じですよね。力入らないよね、はい、って感じ。そう、力抜けていくって感じです、でも音は聞こえる。うん、え、私変かな。ちょっと疲労とか取れたりしたの。待ってめちゃめちゃ疑われてる。実際に、ね、やってみないとね、ちょっと疑ってるから。そうだね、疑いの感じはダメですよね。やってみたら全然かからなかったで大丈夫。わかりました。反骨心がすごいからな。じゃあ失礼します。さあ息吸って、はい、さあ息吸って、さあ息吸って、眠って、数字198754。寝ろよ。やばい、寝ろよ。今もう顔に反骨精神がめちゃめちゃ。した状態になっていきます。10、9、8、7、腕の力スーッと抜けて6、5、
4、そう、どん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 頭の中もスーッ、そう、真っ白になっていきます。3、2、1、おはようございます。わかんない考えてて終わっちゃった。疲れてるから行こうかな。あ、行きますか。寝ました、うん、疲れてるから寝る気がするんだよな。疲れてるとかかりにくいし、あ、でも従順な犬だと思って私は、うん、従順。よろしくお願いします。私ちょっと心臓健康診断 B だったんですけど大丈夫です。あ、全然大丈夫です。M19876543200 スーッ、10数えると腕の力スーッと抜けていきます。1987腕の力スーッと抜けて654、そう、頭の中もぼーっとして、そう、気持ちよくなっていきます。3、2、1、スーッ、そのどん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 力スーッと抜けていきます。3つ数えてみていきます。1つ、2つ、3つ、おはようございます。ちょっとスーッとした感じ、わかります、うん、うーん、わからなかった。うちらだ、反骨精神の確かに、それは確かに、その中で持ち上がっていきたい気持ちのさ、いや、そうだよ、今までの野心とかが、野心が出ちゃってるのよ。なるほどね。まあ、環境もね、みんないるしね。確かに見られて注目されてるっていうのもあるし、そういうのも意外と、そうです、ね、見られ、うん、要素はありますね。だ、ゆうきちゃん個室行ってくる。実際に受診体もらったらかかる。確かに集中力ね。ちょっとこのまま行ったらやってないので、はい、やりましょうか。はい、はい、リラックス。そうだよ、リラックスのキャラじゃん。リラックスのキャラだからね、うん、まあ、それからゆっくりかけていくことで。あ、さっきのは一気にかける方だった。そうです、そうです、そうです。じゃあゆっくりかかってみます。はい、こちらが、お指を上げていただいて、はい、で、指の先端とか白いところ、どちらでも大丈夫です。こっち、ちょっと上に、はい、じーっと見てると、どん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 まぶたが重くなっていきます。それで重くなって、僕が指を鳴らすとまぶたが開かなくなるっていう催眠術をやりますね。じーっと見てると、どん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 まぶたが重くなっているのが分かりますか。そう、じーっと見れば見るほど、どん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 まぶたが重く、そう、そのまま指を鳴らすともう開かなくなってるの分かりますか。スー、そう、とってもリラックスしていきます。3つ数えて起きていきます。1つ、2つ、3つ、おはようございます。おはようございます。ちょっと感覚ありますか。めっちゃ分かった、うん、すごい、すごいリラックスする感じですね。リラックスしたんだ。リラックスできた。あの、体がすごい重くて、はい、なんかこういう感じ。なんか不思議だった。なんかですね、まぶた閉じてくる、不思議だった。かかりやすいじゃん。あれ、じゃあ、この指見ていただいて、3つ数えるとスーッとまぶた閉じていきます。1つ、2つ、3つ、なんで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 、ほんまや。1つ、2つ、3つ、スーッ。あ、4人も行かなかった。私これそうですね、多分かけてて時間が経ったので、その催眠がかけたっていう感じですね。そうなんだ、そうなんだ。次の催眠です。わー、お願いします。はい、では今日は催眠術でレモンが食べられるのかっていうので、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、このレモンがみかんの味になってたら不思議ですよね。不思議。はい、その不思議な体験をしていきたいと思います。はい、はい、ではまたちょっと催眠術をかけていきます。では、また、さっきみたいに数えてまぶたが閉じますという催眠術をかけていきます。その後にレモンが甘くなるという催眠術を。あ、一緒に見てて大丈夫です。はい、そう、見てるとどん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 まぶたが重くなって、その3つ数えて閉じていきます。1つ、2つ、3つ眠って、スーッ。1987654320、スーッ。そのまま大丈夫です。
3つ数えて目が覚めると、あなたは目の前にあるテーブルの上のレモン、このレモンを食べるとあなたの好きなみかんの味に変わります。そう、口の中みかんの味をイメージしてください。そう、好きなみかんの味、そう、口の中みかんの味が広がっていきます。みかんの味イメージできたら手を挙げてほしいください。そう、口の中がみかんの味になります。そう、3つ数えて目を覚ますと、じゃあ手を下ろしていただいて、3つ数えて目を覚ますと、目の前のレモンがあなたの好きなみかんの味になって目が覚める。そう、必ずそうなって目が覚める。1つ2つ3つ、おはようございます。おはようございます。ではこちらにこれを一口食べていただいてもいいですか。そう、美味しいみかん、そう、美味しいみかんです。そう、みかんの味、そう、とっても美味しいみかんの味になってます。そう、みかんの味になってます。最初みかんだったけど、最初みかんだったんだけど、はい、見て見て見て、そのままレモンの味がくして、はい、これみかんの味スッと入れるともうみかんの味ですよ。もう口の中みかんになりましたよね。はい、これ食べてみてください。みかんです、うん、みかんですもんね。はい、え、みかんだ、しっかりみかんです。みかんだ。はい、ちょっとレモンかな。はい、じゃあもうレモンをスッと取ると、また口の中、レモンの感じなくなりましたよね。はい、そう、指を鳴らすと、みかん、みかん、そう、指鳴らすと、みかんの味、そう、みかんの味になります。そう、口の中、みかんですよね。はい、しっかりレモンがみかんになりました。ちなみに、本当にこれレモンなのかっていうのをちょっと確かめていただいてもいいですか。わかりました。はい、うん、ガチレモンかどうか。うん、美味しい。今サイズか、食べない。あ、そうですね。やっぱそうですね。なんでこんなむしゃむしゃ食べてるの。やったほうがいいじゃん。もう一回レモンやった、かかってみたら、うん、かかってみる、かかってみたら全然、うち、ん、ぶっちゃけレモン本当に食べれないんですよ。あ、はい、全然食べれなかったのにこんなに食べれたの、人生初めて。すごい、おー、すごいですね。すごい。でも途中でやっぱりレモンと思っちゃって、レモンって思うとやっぱり戻ってきますね。戻ってきちゃった。へえ、私今この状況からかかれます。かかります。で、口の中を、みかんの味イメージしてください。そう、口の中みかんになったなと思ったら手を挙げてください。口の中、そう、口の中みかんの味、美味しいみかんの味。はい、ではそのままでも口の中に入れるとみかんの味です。そう、匂い嗅いでみてください。ちょっとみかんの匂いするの分かります？そう、みかんの匂いが少し漂ってきます。うん、確かに。はい、そう、そのまま口の中に入れてみると、そう、もうみかんの味ですよね。あなたの好きなみかんの味、そう、もうみかんの味になりましたよね。口の中、うん、しっかりみかんの味です。全然食べてるよ。しっかりみかんです。かかりましたね。みかんですよね。どうなってましたか？確かに。はい。みかんレモンみたいな。みかんレモン。わかる。でもなんか確かに。うんうんうん。最初のグエーが全然ないかも。これ解いてみましょうか。催眠解ける。食べきっちゃった。すいません、食べきっちゃいました。食べきっちゃうだけでも言ってたの。でも戻ります。確かに、はい、みかんに感じる、すごい。よかった。うん、でも確かに、うん、そう、3人とくともうレモンですね。あー、ほんとだ、はい、全然レモン。じゃあそのレモンの風味を1回取ります。3、2、1でみかん入れますよ。はい、3、2、1。いや、レモンだよ。あ、やっぱレモンだ。うん、すごいですね、やっぱジュエジさん。すごいな。想像よりみかんになってた、後半。へ、すごい、全然違う。これ、ジュエジさんの真似をして、はい、なんちゃってでやってもやっぱできないんですかね。
そうですね、タイミングとかが合えば、かけることはできるかもしれないです。でもやっぱちゃんと学ぶには弟子入りしないといけないという。そうですね、実際できる人に教えてもらった方が、上達しやすいはい、ということでね、あの2回に分けてやってきましたけれども、すごいやっぱりかかりやすいかかりにくいとか、まあ、個人差もあったりとか体調によったりとか、ね、今日のね、その時にもやったりとかしたんですけども、まあ、せっかくなので最後になんかやっていただけるんですかね、また、どうなんですかね、やりたいと思います。はい、さっきね、測っていただいたんで、ちょっと硬さありますね。3、2、1、グッてやるともう椅子から立ち上がれないですよね。もう椅子にくっついてるの分かります？はい、もう立ち上がれなくなってます。上がらない。なんかどうやって上がったらいいか分からない、力のかけろ、分かんない。ほんまや、面白い。はい、ということでこの動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの、バイチュッチュー。ジュイさん、ジュイさん、待って待って待って、本当かけない、本当かけない。はい、撮りますよ。本当かけない。3、2、1、もう立てますよね。あ、もう立てます。あ、立てましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。